するぐらい見事に対応したんですね。まあ、そういうことも含めて考えると、まあ、今回はとても早いしさすがだなと思いながら、まあ、ちょっとその空港について熱でもあったらですねやばいなと、まあ、そんなこと思ってます。で、まあ、早速ですけど、まあ、今日はあのベトナム今までの20年これからの20年ということでさせていただいてまして、まあ、簡単に今早速で言いましたように20年以上前にベトナムに関わることになって、まあ、そこから大体20年でこれからの20年がどうなるかってことですね。で一言で言うと、私今57歳で、まあ、田舎は徳島生まれなので高度経済成長期の東京知らないんですね。大阪も知らない。だからよく三丁目の夕日とかそう言われてみるけど東京オリンピックの最初の時ですよね。そんなワクワクする時代があったのかっていうのは私はあんまり知らないんですね。ところがベトナムとか見てると他の国もそうですけどこんな面白い状態であったらねもうやめれないビジネスだけじゃないですけど、それとですね、まあ、よく言うんですけど経営者の方に失礼なんですけど土曜日たまたま石川県に行ってて隣の席に、まあ、年齢で言うと私より多分20歳ぐらいのすごい創業者の方とお話しててね、私がまあいつも思ってること聞いたんです。日本の高度経済成長期って経営って楽でしたよねって言ったらそうだよ近藤さんそうだよとても楽だったよと、つまりちゃんとしたことやってれば、ね、所得も増えるし当然いろんなものを持ちたいとか楽しみたいという欲求が強いので所得がどんどん上がっていくとマーケットが自然と、ね、大きくなりますよね。そうするとやっぱり別商売楽しいんですよね。商売って私単純な方が楽しいと思ってて難しいことを考えすぎている日本ですよね。まあ、その原因出したらきりがないですけどやっぱり人口が減っていく高齢社会になるものは余ってるなかなか売れない。そうすると何か巧妙にやったりそんなことばっかりやるじゃないですか。だから私が結局この20年ベトナムとかシンガポールにハマったのは商売がとても楽しいと単純であると喜んでくれる。レストランで美味しいもん出せばお客さん増える。まあ、だけどもちろんだんだんとベトナムでも競争が激しくなったりいわゆる先進国を知った人たちが帰ってくるとサービスに対する欲求は、まあ、要求は高くなりますよね。まあ、だからちょっとずつ変化するんですけどそれでも今の日本みたいなこんな窮屈なビジネスなんかないですね。やっぱりいいもの作ったら売れるしいいサービスしたら喜ばれるしつまりそのこんなストレス社会じゃないってことですよね。まあ、そういったことが、まあ、何か伝えればな伝えれたらなと思います。でちょっと短いのでこれを少し見ていただいて、これは私があのタクシーの中から撮った映像なんですけど、これはどこだと思われます？これ今のホーチミンなんです。でまあ、20年前を知ってる私から見たらもちろんもっと昔からいる方からしたらこの時期にこんな大きなビルができるとはきっと誰も思わなかったんですね。で少なくとも日本人もそうだけどその時の友人のベトナム人に聞いたらこんなことになるとは思わなかったって言ってますよね。でこれはもう今中東にドバイがあるじゃないですか。最後のドバイと言われてる。まあ、この話を聞き出したらキリがないんですけどこんなシーンを目の当たりのホーチミンだそうですね。次これも短いですけどこれはベトナムの人でもあまりどこかわからないんじゃないですかね。ここよく見たらすごいでしょ。これクレーンが立ってるんですね。これ建設現場です。これどこかわかりますか？これ一斉に作ってるんですよ。これニュータウン。まあ、これも言い出したら日本のかつてはこういうこともあったのかもしれないですけどこういうのがこれはハノイからハイフォンというところに行く途中の、まあ、いわゆる郊外ですね。まあ、私も大体そういう状況は知ってたんですけどこの時たまたま、ハイフォンに向かってですねこれを見て、まあ、慌てて撮ったんですけどなぜ撮ったかというとこれを人に伝えたかったからでその後 SNS から出したんですね。やっぱり驚きますよね。
だからやっぱりその単純にそのベトナムにしたって新しい国が変わっていくっていうのは街の様子ですよ。ビルができる、あの道ができる、まあ、もしかしたらベトナム新幹線ができると、まあ、こういうようなことの変化っていうのはもう驚くぐらい今ベトナムで進んでると思います。で、まあ、20年前から、まあ、ベトナムを愛してきたんですよ。ラブラブベトナムということをずっとやって、今この Facebook ページを作ってここにいろいろ情報を出してます。で、まあ、細かいデータはまたご覧いただくとして、この2つの国よく似ていますよ。これね、世界でこの国の、このこれだけ近似している国はないんですよ。で、形が似てるっていうこともそうなんですけど、まあこう、ホーチミンハノイだけ行ったらわからないですけど、いろんな国に行っていろんなベトナム人と接するとですね、見事な多様性がやっぱあるのと、海洋国ですね。海洋国であるっていうことをあまり分かってないんですよ。そうすると、今日のそのフエとかダナンでも行くともう海鮮料理がいっぱいあってですね、そのエビの池作りみたいなのも出てくるし、まあ、そんな国なんですよ。ですから、まあ、大陸文化であ あるし大陸的生活もあるんですけど、やっぱり日本半分以上はもう日本の生活にそっくりですね。でちなみにこう世界地球儀から眺めてみると遠いと思えるようでもとても近い、本当に近いですね。でかつその右側見ていただいたら分かるように、これ日本を横に持ってくるとですね、本当にとても似てる国です。で、まあ、データ的にはこういうことで、人口は今9458万人ぐらいですね。もうすぐ1億人になるんです。で今日はそのホーチミンハノイとかだけじゃなくてですね、地方都市にとても魅力があるというような話をしていきたいんですけど、分かりにくいんですけど、ちょっと赤で丸をしているのがうちの拠点があるんですね。下から行くと関東ですよね。で、今日お話するダナンですね。で、ゲアンというところもおすすめです。で、これから考えているのがあのクイニョンという、下から2つ目あります。このクイニョンというのも、まあ、未来のダナンですよね、間違いなく。だから、先ほど言いましたけど、そのサイズが日本とよく似ている国の形、気候、北と南っていうこのギャップ感もよく似ている。